歩東校上海日本人学校教育を行う日本人学校である。略称は SJS。1975年に総領事館内に上海補修学校として設立されたのが始まり。その後1987年に上海日本人学校が開校し、新校舎への移転、歩東校開校、高等部の設置を経て、現在の形になっている。設置者は、 上海日本商工クラブである。小学部、中学部、高等部が存在する。そのうち2011年に新たに設置された高等部は世界の日本人学校88校の中で初の高等学校となっている。法政大学、関西学院大学、芝浦工業大学、上智大学、東京理科大学、同志社大学、立教大学、 中京大学、南武山大学、日本体育大学、中央大学、千葉工業大学の12校が共同して、上海高等部協力大学会議を設立し、支援を行っている。高知が、公共校と歩等校に分かれており、小学部は、公共校、歩等校両校に、中学部、高等部は、歩等校に設置されている。公共校は、 上海市役所より西に約8キロメートル離れた住宅街に立地している。敷地は2万平方メートル。校舎は東東、北東、南東に分かれており、天然芝運動場、400M トラック、体育館2室、屋内温水プール等の設備がある。歩道校は上海市中心部より高歩行を隔てて、 東側の歩道開発地区に立地している。設備は、公共校と異なり、人工芝運動場、200M トラック、体育館2室、武道場、屋内温水プール等がある。小学部、中学部には、制服が定められておらず、私服通学となっている。指定の体操服はあるが、無理に買い揃える必要はない。高等部も、基本的には、 私服通学を認めているが、ブレザー、ズボン、ネクタイ、バッジの4点からなる標準服があり、始業式や終業式、入学式等の行事の際はこれを着用する。小学部は各週月曜日を基本に月に書いている中学部は毎週か木曜日に部活動を行っている。高等部には曜日、時間の制限はなく、 日本の高校と同様の形態である。小学部は5年生と6年生が参加、活動している。中学部は、生徒の一斉下校を行っているため、帰宅時間を揃えるという理由から全児童、生徒が参加している。基本的に、公共校と歩道校の小学部は、それぞれで行事を行う。生徒の安全確保のため、小学部、中学部については、 PTA の運用するマンション、工具のシャトルバスの利用可能。歩道校においては隣接する東和工具へは、学校から直接ゲートがあり、徒歩通学可能。近隣児童生徒の保護者がグループを作って、チャーターバスや、個人車の利用、徒歩個人通学を行っている。日本語、ありがとうございます。